ャンネルジョッ。こんにちは。さあさあ、楽しそうな企画ですね、今日も。今日はね、はい、また思い切ったことやりますよ、はい、世間をざわつかせてやりますよ、はい、2020年プロ野球新人王はこいつだもう決めちゃうんですか、はい、もう僕が予想します、お新人王を。今日はね、パリーグ編です、はい、パリーグから全チーム6球団、はい、僕がこの選手新人王可能性あるんじゃないのかっていうのをまず全チーム出していって、はい、その中から総合的に、まあ、本命はとかねっていうのを見て、このシーズン最後まで、はい、里崎の目が当たるのか、はい、皆さんのコメント欄の意見が当たるのかをね、はい、楽しみながら新人王をね、はい、こう1年間探しながら探していこうっていうね。おー、いいですね。だまあね、開幕してるんで、はい、でも開幕してるから逆に面白かったりするんで。そうですね、その選手がどう活躍していくかっていう、っていうのを、まず今日はパリーグです、はい、じゃあまずはですね、まずは新人王の資格の説明、はい、知らない方もいると思うんでね。そうですね、はい、まず入団5年目までの選手です。あ、そっか、はい、2年3年でもいいっていうのは分かってましたけど、はい、5年もいいですね。5年目までです。だから6年目以降はダメです、はい、5年目までの選手でピッチャーだったら30イニング以内、はい、投球回数、はい、だから30イニングを3分の1でも超えちゃうと、はい、もう資格ないんですよ。バッターは60打席以内。60打席かってことは大体何試合だ、まあ、スタメンで15試合出たらいっちゃうね、はい、もう変わらなかったら、まあ、4打席だからね、はい、うんうんうん、だからまあそのルールがあるんですよ、はい、それ未満の人たちが資格があるんで、はい、そん中から探していこうということで、はい、まずじゃあソフトバンク代表、ソフトバンク代表、はい、見ていきましょう。ソフトバンク代表はですね、開幕から栗原選手がめっちゃ打ってるんで、はい、栗原これ新人もいけるんちゃうかと思って。サヨナラでしたっけ、あれ。サヨナラもそうだし、はい、ヒットもそうだし、うん、タイムリーもそうだし、打ってて、はい、活躍してて、栗原新人あるんちゃうか。確かにまだ若いですね。調べたら6年目。ああ、そうなんだあ、もうそんな経ってるんですね。そうなんですよ。だからね、まあ、ソフトバンクの候補としては、はい、まあ、僕が考えるに、うん、やっぱりね、あの、まあ、開幕戦、はい、まあ、あの緊急登板で満塁ホームランを打たれたといえ、はい、この投手の津森選手が、はあ、津森選手、はい、あ、いたいたいた、新人、はい、新人が、まあ、候補に入ってくるんですよ、はい、あとはですね、緒方、古谷、この両投手が、はい、育成で入ってね、で、まあ、試合化されてるんですけど、はい、このピッチャー3人が、はい、うん、新人王ひょっとしたらあるんちゃうかっていう、まあ、新人王ってピッチャーの方がまあ多いですもんね。ピッチャーの方がやっぱりね有利ですよね、うん、やっぱ野手はレギュラーにならないといけないんで、うん、ピッチャーはまあローテーションだから6番目にまでに入れれば権利あるんで、はい、もしくは中継ぎ入っていけばね、はい、だからやっぱ新人王はやっぱりピッチャーの方が比較的取りやすいですね。取りやすいですね、ああ、で、だから代表ソフトバンクはこの3人ですね、はい、はい、で次じゃあロッテ、ロッテ、ロッテはですね、はい、東投手ですね、はい、東投手がですね、まだ新人王の資格があるんですよね。去年も結構投げたんですけど、はい、開幕1軍はスタートしてないんですけど、はい、力あるピッチャーなんで、はい、使われる存在になればチャンスあるんちゃうかっていう、なるほど、これはもうあの候補者なんで、はい、いわば当選するかどうかは分かんないです、まだ分かんないです。でもあの各チーム出していくことに意義があるんで、はい、確率的に、まあ、佐々木朗希とかね新人いますけど、まあ、なかなか今年1年目でローテーションを守っていくのは難しいんで、はい、チャンスあるのは、まあ、東だから、まあ、はい、ジャクソン、ハーマンの出来次第ですかね。ジャクソン、まあ、ジャクソンがね登板、今あの開幕してからは登板してから、まあ、失点することが多いんですけど、はい、だそのジャクソン、ハーマンの出来が悪いと東が入っていく可能性あるんで、それで長くできれば東チャンスなんですね。活躍のチャンスはありますね、はい、あとはね、2年目ですか、うん、そうそう、2年目です、はい、あとはね、3年目のね、和田光志郎、ああ、もう周東並みに足が速いっていう、はい、今ね、ダイソーで活躍してて、ダイソーだけで盗塁王とか取っちゃったりしたり、はい、まあ、そこでうまく活躍すれば、まあ、ひょっとしたらね、まあ、候補つからありえますよね、はい、やっぱ候補出していかないから、あの確率低くても候補出していきたいんですよ、はい、だからね、和田幸四郎、皆さん覚えてください、はい、足めちゃくちゃ速いですから、速いです、あのこの開幕してからもういいところで走ったりとか、はい、かなりいい走塁してるんで、うん、あの注目してもらいたいですね、育成から、はい、ちなみにですね、和ギータって言われてるんですよ。なんか前どっかの動画にも出てきましたね、はい、ちょっと柳田選手とね打つ感じが似てるっていうね、はい、ところで、まあ、チェックしてください、はい、まあ、ロッテからこの2人ですね、
あの候補、なんかバギータとかミギータとかいろいろ多いですね。そう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 。まああのそのなんとかギータっていうのが離れた時に初めて一流になれるんですけどね。あ、そうそう。なんとかのダルビッシュとかと一緒ですよね。はい。あのそこからもう脱皮しなきゃいけないんですよ。言われてる名前ついちゃった。言われてるうちはダメなんですよ。はい。で次がですね、はい、オリックス。オリックス。はい。オリックスがですね、はい、荒西投手が、はい、新人王あるんちゃうかって思ったんですけど、はい、なんと昨年ですねイニング数結構投げてて、あ、そうなん、あのもう資格がないっていう、ね、あところです。投げすぎちゃったんですね。はい、51イニングぐらい投げてて、はい、あのもう資格がないっていうところで、はい、まあ、残念ですけど、まあ、オリックスでいうと、はい、勝俣選手、まあ、内野手、うーん、1年目ですね、新人です、はい、かピッチャーでいうと宮城選手とかどうですか。はい、宮城選手とか宮城投手、これはもうあのまだ高卒なんで、あ、まあそうか、そう、まあそうですね、高卒で新人王っていうのはパリーグでいうとマー君松坂、近年でいうと、そうか、まあそんなにマー君松坂の前は、はい、もう尾崎立夫さんとか、はい、あの稲尾さんまで帰らないって言ってないんですよ。ああ、なるほど。だからもう超大物じゃない限り、まあ、なかなか高卒1年目で新人王っていうのは、はい、まあ、なかなか難しい。難しいですね。そうですね。あとね、ピッチャーで言うと村西、ルーキーですね、はい、村西投手は面白い存在だと思うんですね、はい、可能性あると思うんですね、可能性ある、十分に、はい、あとはですね、神戸投手、ああ、投げてましたね、はい、もうあの資格あるんで、はい、あのひょっとしたら面白い存在になるかもしれない。オリックスはこんな感じですね、はい、次じゃあ楽天ですね、はい、楽天はですね、小深田選手か、あ、そうですね、はい、まあ、チャンスあるのはね、はい、あとは鶴崎選手、ね、慶応から、はいはい、もうチャンスあると思うんですよ。そうですね、もう今年ね、投げてますね。そう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 、うん、だからまあ、小深田は使われないといけないんで、うん、まあ、ひょっとしたら厳しいかもわかんないですね、はい、やっぱ茂木が今出てますし、で、まあ、多分その使ってるうちに60打席ぐらい経つと思うんですよ、はい、いや、そうですね、だからもう、うん、だからまあチーム事情的に能力、はい、チャンスはあるんですけど、うん、チーム事情的に難しいかもわかんないですね。足めちゃくちゃ速いんで、だから盗塁王とか狙うのも、まあ、取ればの話ですよね。だからそう盗塁王、ダイソーで盗塁王ってめっちゃ難しいですから。そうですね、だからそこは、まあ、ロッテのね、和田と一緒ですけど、はい、チームの中の候補ではあるんですけど、はい、まあまあちょっと難しいかもわかんないですね、可能性はっていう感じですね、はい、で次が、ね、西武ですね。西武はですね、やっぱピッチャーでいうと、まあ、宮川投手ですね。あ、まあそうですね、まあ、ドラフト1位 の、 あの1位の、はい、まあ、宮川投手、まあ、それとあの川越選手ですね、外野、まあ、ここがもしパチッとはまれば、はい、ひょっとしたら、まあ、候補としてはね、はい、まあ、あるんじゃないのかなと。え、川越選手って今何年目なんでしたっけ。5年目です。あ、ギリセーフです、ギリセーフ、まだ資格あるんですね。資格あるんです。わー、はい、そうなんだ。で、あとはピッチャーで言うとですね、はい、平投手がね、いいじゃないですか。資格があるんですよ。あるんですか。はい、まだ、資格がね、3年目ぐらいでしたっけ。平投手は3年目ですね。3年目ですよね、はい、3年目で去年24イニングしか投げてないんで、おー、いける。平選手ひょっとしたら、ね、候補ですね。そうですね、はい、26試合投げてるけど、うん、24イニングなんで、はい、30イニングですからね。30イニング、はい、だからまだ資格あるんですよ、はい、ありますね、はい、それと与田投手、はい、まあ、あの開幕ローテーション先発しましたけど、はい、うまく2桁勝てればチャンスですね。そうですね、はい、1軍登板、まあ、今年が初めてなんですもんね。そう、はい、が、まあ、あの、まあ、面白い存在かなと、うん、じゃあ次日本ハムですね、はい、日本ハムはドラフト1位の河野君ですよね。はい、そうですね、はい、結構即戦力がルーキーで投げてる、ね、そう、だからあとドラフト2位の縦の投手も、はい、まあ、僕は候補に入ってくると思うんですよね。うん、それと鈴木投手ですね、はい、もう1年目のね、はい、この新人3人はあのうまく回れれば入ってくると思うんですよ、はい、で野手だとあのやっぱ今あの開幕スタメンだった野村選手ですね、はい、これが候補です。各チーム、さすがファイターズ即戦力取ってきただけありますね。そうですね、うん、だまあ候補選手は僕はこんなところだなと思うんですけど、はい、コロナ禍で、はい、まあ、本命は、はい、里崎と。もう決めてるんですか。はい、おお、本命は、はい、平西武の、はい、まああの多分いいところでも投げていくと思うんですよね、はい、まあ、平井、ギャレット、まあ、増田、うん、が投げていくんですけど、はい、まあ、うまいところで回れば去年能力は見せてるんで、はい、それを継続できればチャンスあるんですよね、うん、そうですね。いや、新しいところで言えば、津森、古谷、尾形、
ツーリー、古谷、尾形、このソフトバンクの3人、はい、とライオンズの与座、与座投手、はい、これが対抗でちょっとしたかもしれないです、うん、また先発ローテーションにかっちりハマって何勝するか分かんないですしね。だからまあ今で言うとまあこの5人が結構確率高いんちゃうかなっていうね。どうですかファイターズ そのルーキーの先発ローテーションも入ってるわけじゃないですか。そうですね。でもやっぱりねもう入ってても、はい、あの栗山監督の采配で5回投げさせなかったりとか、はい、もうショートスターターの作戦取っちゃうと勝ち星増えないんで、うん、やっぱこの比較される時によっぽどの成績じゃないとやっぱ負けちゃうんですよね、はい、そのやっぱりその見えやすいのが評価の対象になりやすいんで、はい、勝ち星とか、はい、もし仮に誰かが10勝とか、はい、もしホールドを40ホールドとかしちゃうと、うん、やっぱりその試合数を投げてても、うん、あの勝ち星がついてないとその評価の対象とか印象に残りにくいんで、はい、負けちゃう可能性あるんですよ。だからどこまで投げれるかですね。そうですね、うん、やっぱ先発の何勝ってこう目星としてはすごい分かりやすいですよね。そうですね。だから僕はここがね、うん、本命この5人がこの来るんちゃうかっていうね。そうですね、はい、ところはありますね。これで比べてみると、まあ、候補って結構いるんですね。そうです結構いるんですよ、うん、まあ、もちろんねこの他にも、はい、あのいきなりポンって出てくる選手もいるんで、はい、これ以外の選手も出てくる可能性あるんですけど。いやそうですね、僕はもう本命は平ですね。平でいきたいですね、はい、おじゃあもうで対抗に、はい、まあ、競馬じゃないんですけどね、はい、あの対抗に津森、古谷、尾形、与座を、はい、まあ、ほぼピッチャーばっかりですけどね、はい、だから野手だとチャンス、まあ、レギュラーにならないといけない。そうなんですよね。だから野手だとチャンスあるのは川越、うん、か今ね使われてるんで野村がうまく成績残せばレギュラーとして使ってくれるんで、うん、やっぱレギュラーとして使ってくれないと取れないんで、はい、絶対で、ね、だこの川越、野村はひょっとしたらレギュラーになれるチャンスがあるんで、うん、あのあるかなと。だからライオンズもこの秋山選手の穴の結構候補いますもんね。そうですね。でスパンジェンバーグ持ってるし、スパンジェンバーグであの金子、木村、はい、でまあ、栗山とか、はい、もうあの外野がかっちりしてきてるんで、そうなんです、その入っていくとこが難しいんで、もし何かあった時入ってパーンできればあの面白いね、存在もしくは DH とかなったりする可能性あるんですけど、はい、私のね推しの鈴木翔平選手とかもいますからそうですね推しなんで、はい、だから、まあ、野手はやっぱり難しいですね、はい、バシーはまらなきゃいけない。だから小深田とか和田とか足あるんですけど、うん、多分スタメンじゃ誰か怪我しない限り使ってくれないんで、うん、なかなか新人王っていうところになると、はい、まあ、難しいんじゃないのかなと、はい、だからこれをまあ参考にしてもらってですね、はい、あとはまあねこの選手もっていうのはねコメント欄に書いてもらって、それをまあチェックしながら、ああそういう選手もいるんだって言ってね。だって僕は広く見てるからそんな奥底までいけないわけですよ、はい、ファンの皆さんの方が一球団に思いを深いんで、はい、あのそれをねもう教えてもらいながら、はい、あの楽しんでいきたいじゃないですか。そうです、ね、誰かなみたいな、うん、でも本当僕はねこの5人、はい、候補でも大本命は平投手と。そうですね、はい、で行きたいと思います。はい、まあ誰が新人を取るのかね、はい、まああと、まあ、年末になったら分かりますよ。そうですね、いや楽しみです、ね、年末答え合わせしましょう、はい、これですごい長いなー答え合わせでもね楽しみ、はい、他のね西武の平がね、はい、いい感じになるんじゃないのかなと、はい、頑張ってほしいですね。あとまあ一歩リードしてるのだと与座とかね、うん、あとまあオリックスの村西もハマったらね、はい、あるんで、うん、あの面白そうですよね。こうやって名前を挙げるとその選手を覚えて、そう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 、で皆さんもねそういうもしあのファンじゃないチームのね、はい、選手とかも、あ、佐々木がなんか新人を置こうって言ってたなみたいな感じでね、はい、見ていくとまたプロ野球の見方が面白くなるんでね、はい、まあ、チェックしながら、はい、まあ佐々木が当たるかどうか分かんないですけどね、はい、チェックしてみてください。明日はセリーグ